こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。なんか機嫌が悪そう。ああ、ごめんなさい。別にあなたに対して何か嫌な気持ちになってるっていうことではないんです。ただ、嫌なことがあったのは確かです。その感情を今どうにも消化できずにずっとモヤモヤしてるんですよね。今日はその管理人さんの話を聞かせてほしい。いいんですか？私もここにいる時はいろんな方の話を聞くことが多いので、たまに自分の話をするぐらいですが、聞いていただけますか？ではお言葉に甘えて、私のこのどうしたらいいかわからない感情をちょっとだけここに置かせてください。実はこの間車を当て逃げされまして、駐車場に停めていたんですが、戻ってきたら車の後ろの部分がかなりへこんでいました。すぐわかるくらいです。ちょっとぶつけただけだったら、もしかしたら小さいへこみでしばらく気づかないっていうこともあったかもしれませんが、パッと見て、ちょっと離れて見ててもすぐに、あれおかしいぞってわかるぐらいへこんでましたね。その当て逃げをした人、もう誰だかわからないんです。車を置いてその車から離れて戻ってくるまでの時間が6時間あったんです。ですからその6時間の間に誰かがぶつけたんだろうなって思うんですが、そこの駐車場っていろんな人が出入りするので、もう誰だかわからないんですよね。駐車場にカメラがついているっていうこともないみたいですし、私も今時珍しいのかもしれないんですが、車にドライブレコーダーをつけていないので、もうお手上げ状態ですね。そのへこみを見た時に、どうしようかなーって10分ぐらい悩んだんです。警察に電話をした方がいいのか、警察に電話をしたところで明らかにもう誰がやったかはわからないっていうのは自分でわかっていたので、言ったところでどうにもならないよなっていう気持ちもあって、だったら最初から腹をくくって自分で修理をしに行く、それでいいかなって最初思ったんです。ですが事故は事故なんで、警察の方に来ていただいて見ていただきました。私が思った通り、やはりこの状況では誰がやったか見つけるのは難しいねって話されました。確かにそうだなって思っていたので、それに対して、いや警察なんだからもっと頑張ってくれよなんては思わずに、むしろ最初から誰がやったかわからないっていうのを自分で理解した上で警察の方に来ていただいてるので、逆に申し訳ないな、なんか変なことで時間使わせちゃったなって、そんな気持ちになっちゃったんですよね。車についた傷の位置とかへこんでいる場所なんかを見て、警察の方は多分軽トラックかなんかじゃないかなって言ってたんですよ。確かにそこの駐車場って普通の車もたくさん出入りするんですが、軽トラックの方も結構
いらっしゃるんですよね。そう考えるとなんとなく目星がつきそうで、そのあたりを攻めてとっ捕まえてやろうかなって思ってたりもするんですが、なかなかそこまでの労力をかけるかどうかっていうところでも悩んでいたりするんですよね。どちらにせよもうしょうがないので、車の後ろはへこんでるし、とりあえず修理にどれぐらいのお金がかかるのかっていうのをもうその日のうちに何件か回って見積もりを取ってもらいました。そしたら素人目から見るとへこんでるところをそのまま戻せばいいんじゃないかなぐらいに見えていたんですが、どこに行ってもここの場所のこのへこみ方は直すんじゃなくってもうドアごと交換ですねって言われちゃいました。素人にはわからないことがあるんでしょうね。ちょちょっと直せそうな気がしたんですが、プロにしかわからないこと、そういうものってあるんだろうなってそこでも悲しくなっちゃったんですが、そのドアを交換するための金額、大体ですけど20万円って言われたんです。20万円、正直払えない金額ではないんです。ただなぜ私が払わなきゃいけないのか、保険に入っていたとしてもなぜ私の保険を使わなきゃいけないのか、そのことがずーっと頭の中をぐるぐるしていて、消化不良で、そして今こんな感じなんです。当て逃げする人ってどういう心境なんでしょうね。ぶつけちゃった時にこのまま知らんぷりして逃げてしまえば誰にもバレないでしょう。そういうふうに思うんでしょうね。そういう人にはなんか嫌なことが起こればいいよ。それを切に願っています。そして私には嫌なことがあったんだから、それ以上のなんかいいこと起こってくれないかなって思ったりするんですが、意外と世の中ってうまくいくようでうまくいかなくって、悪いことしてるやつにいいことが起こったり、一生懸命頑張ってるやつにいいことが起こらなかったりするんですよ。嫌なことがあった後は必ずいいことがあるよなんて言う人いるんですが、嫌なことの後にいいこと、いつ起こるんですかね。前もってお知らせしててほしいですよね。そしたらなんか頑張れるような気がするんですが、残念ながらいいことが起こるかどうかっていうのは誰も教えてくれないんですよ。時間をかけてこのモヤモヤを消化して生きていくしかないんでしょうね。あなたは嫌なことがあった後いいことって起こると思います？ああ、それは確かにそうかもしれない。いいことが起こるかどうかはわからないけど、そうでも思ってないとやってられない。本当そうですよね。でも私、ちょっと性格がひねくれてるのかもしれません。私自身が嫌な思いをしたから、今度はいいことがあるといいなっていう気持ちより、その当て逃げしていった人、その人がもっ
と嫌な思いすればいいのになって思っちゃうんですよね。ちょっと怖いですね。自分でもそんな感じがしました。何にせよ見つかるといいんですけどね。なかなか難しいかもしれない。でもちょっとだけ手立ては考えてあるので、それでなんとかなればいいかな。なんともならなかったら素直に諦めます。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。今日は私の話でしたが、聞いてくださってありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、あなたがお話ししたいことがある時は、ぜひお立ち寄りください。それではおやすみなさい。あー、もちちゃん、見た？車めちゃくちゃへっこんでたでしょ。あれ腹立つね。こっち何にもしてないんだもん。ちょっと離れてただけだよ。ちょっとじゃないか、6時間離れてたとはいえ、ぶつけたんだったらさ、一言言ってけよなって思ったよね。単純に逃げれると思ったんだろうな、うん、でさ、ぶつけられた後に警察に来てもらって、その状況っていうのを見てもらって、まあ、ちょっと世間話的な感じでね、いやーこれもうどうしようもないですよねなんて話をしていたんだけどさ、警察の人はもしかしたらぶつけた人がぶつけてしまったことを改めて振り返って、警察に電話をかけてくるかもしれない、そしたらすぐに対応できるようにしておきますって話してくれたのさ。でね、僕その時その警察官の人にね、そんな良心ある人いるんですかねっていう話をしたの、ちょっと期待を込めて。そしたらその警察の人なんて言ったと思う？そういう良心があったら多分今ここにいますって言ってた。確かにって思ったよね。だからまあもう無理だなって思ってたの。そしたらさ、その日の夜、知らない番号から電話がかかってきたの。一瞬でさ、もしかしてこれって思って、普段ね、知らない番号の電話って出ないようにしてるの。でもそんなことがあったからさ、もしかしてと思ってすぐ出たんだよ。もしもしって言ったら、おっちゃんの声でさ、ああもしもしって言われて、ああこいつがぶつけたやつかなんて、もうすぐに疑いをかけていったんだけど、その次に続いた言葉なんだと思う？お荷物あるんですが、今ご在宅でしょうかっていうね、素敵な声だった。そういえばなんか注文してたやつあったなって思ってさ、その日はもう車ぶつけられてるから帰ってきて、ポストも見ずにそのまま家に入ってったんだけど、後々よく見たらポストに不在票入ってたんだよね。いつも不在票入ってたらさ、すぐに折り返して時間してし直すんだけど、今回してなかったから、その宅配のお兄さんがわざわざ電話かけてくれたんだよね。なんか申し訳ないことしたなって思ってさ、わざわざ電話かけさせちゃったのもそうだし、全く関係ないのにお前車ぶつけたやつだろうっていう疑いをね、僕の心の中でかけられたっていう二つの申し訳なさ、そんなのがあったよ。なんかいいことあるといいね。本当に願う、うん、じゃあもちちゃん、今日も帰ろっか。